それでは今回は一行書くだけ日記について解説していきます。たった一行書くだけで仕事がうまくいかないから理想の仕事一流になれます。後ろ向きの毎日からやりたいことが見つかります。毎日一行だけ日記をつける、そして振り返りの習慣をつける、これをやるだけです。これをするだけで本当に仕事ができるようになります。自分のことが分かってきます。自信が持てます。やりたいことが見つかります。もしあなたが今やりたいことがないならチャンスです。人生を大きく変えるチャンスは簡単には起こらないです。しかし毎日行動していたらいつかチャンスはやってきます。毎日たった一行書くだけで人生が変わります。僕は毎日文章を書いているため一行書くことの力を実感しています。この動画ではなぜ毎日文章を書いて振り返りをすべきなのか、なぜ書いて振り返ることがメタ認知となるのか、一行日記のポイント3つ、振り返りでできる3つのこと、 SNS で発信する、対話をする、それぞれ解説していきます。なぜ毎日文章を書いて振り返りをするといいのか。あなたは毎日振り返りをしてますか？僕は毎日しています。僕は毎日 YouTube 図書館にアップした2本の動画を必ずチェックしています。常により良いものを作るために改善を繰り返しています。振り返りをやっています。振り返ることはあなたが成長するために絶対に必要なことです。例えばスポーツで試合に勝った負けたとそれで終わらせている人と、毎回試合を振り返って次はこうしよう、これがうまくいかなかった、次はああいうことをチャレンジしよう、どっちが上達するか、もちろん後者です。振り返る人っていうのは成長が早いです。仕事で成功するのに重要なのはスキルやテクニックではないです。振り返りの習慣があるかないかです。人前で話すのが苦手な人はしっかり振り返ることです。どこがダメだったのか、振り返っている人と振り返っていないと同じ経験をしていても振り返っているかどうかで学びも成長も大きく変わります。人の成長を決めるのは持って生まれた才能ではないです。毎日の出来事からどれだけたくさんの気づきを得られるか、これで決まります。つまり繰り返しの差が成長の差になるってことです。続いてなぜ書いて振り返ることがメタ認知となるか解説していきます。仕事で成果を上げる人には共通点があります。それはメタ認知力を持っているってことです。ちなみにメタ認知とは自分自身のことを外から見ているように客観視することです。例えば相手の言葉にカッとなってきつい言葉を言ってしまった時に、あ、自分は怒っている、ちょっと言い過ぎてしまった、こう自分を分析できることです。仕事であればこのやり方で本当にいいのかな、もっといいやり方がきっとある、そう言える人がメタ認知力がある人です。仕事で成果を出す人、成長が早い人は必ずこのメタ認知能力が高いです。自分を客観視して見ることができている人です。メタ認知力があることによって自分は何が足りていないのか自分で見つけて改善していくことができます。ではどうしたらメタ認知力がつくのか、簡単です。あなたが毎日一行文章を書くことです。書くことで誰でもメタ認知ができます。続いて一行日記の書き方、ポイントは3つあります。ポイントの1つ目は何をしたか、 What を1行書くだけです。毎日起こったことを書いてください。そしてそれを振り返るだけです。もちろんたくさん書きたいときは1行以上書いても OK です。続けることが何よりも大事です。もし1日書き忘れたら後でまとめて書いたら OK と言ったように、ゆるいルールで続けてください。2つ目は書く場所は何でもいいです。僕は手書きをおすすめします。しかしアプリであれば Day1 というアプリがおすすめです。手帳やノートに書いてもいいですし、とりあえず書く場所は何でもいいです。3つ目は一番大事な振り返りです。振り返りの時に大事なのは自分にとってその出来事がどんな意味があったのか、So whatを書くことです。 So whatという問いかけをすることです。すべての出来事を自分ごとに考えることができれば、そこから多くのことを学ぶことができます。誰かの話が聞いたという経験だけでも、自分は〇〇の領域に興味がある、自分も〇〇さんみたいになりたい、社会に影響を与えたい、そういった自分にとっての気づきが生まれます。その気づきから、面白そうだから会計の本を読んでみよう、〇〇さんみたいになりたいからアポイントを取って詳しく話を聞いてみようとか、自分がやりたいことがどんどん分かってきます。まとめると What、 やったことを書くこと、そしてそれを見て So What、 自分にとってどんな意味があるのか、これを考えること、そして最後にそうかと気づくことです。続いて振り返りでできる3つのこと、
一つ目はネガティブな出来事がポジティブに変わります。僕たちは生きているとネガティブな出来事きっとあるはずです。仕事で成果が出なかった、恋愛で失敗した、友達と喧嘩をした、その時にありのまま一行書いてください。過去の出来事も見直しているうちにどんどん解釈が変わってきます。マイナスの経験がプラスに変わることも多いです。自分の場合であれば大学受験で二浪しています。その時は最悪だったんですけど、今振り返れば最高になっています。それは僕が YouTube で語ったりとか自分の本の中にたくさん文章を書いているからです。書くことによってマイナスの出来事っていうのはどんどんプラスになっていきます。伊藤さんはあるイベントをコロナの影響で中止しました。その日の一行日記には伊藤さんはこう書きました。長い時間をかけて準備していたイベントがコロナで中止、残念。それから1ヶ月ほど経って読み直してみるとネガティブな感情がなくなったようです。それはなぜなのか、理由は2つあります。1つ目が文章を書く、言語化することによって俯瞰する視点を持ったからです。一行日記を書くことは自分がやったことを第三者の視点でメタ認知することだからです。2つ目の理由は時間が経ったことで起こった出来事に意味が変わったからです。コロナで中止しているイベントは他にもたくさんあります。伊藤さんだけではないです。コロナの時は本を読んだりオンラインで人と話すこともできます。このようにコロナの過ごし方が変わったことでネガティブな出来事がプラスに変わったってことです。2つ目はチャンスをつかみ取るセンスが持てることです。一行日記を読み返すことで過去の出来事を再定義できます。もちろん起こったことは変わらないです。しかしその記憶にどんな解釈をするかはあなた次第です。気づきを繰り返すことでセンスになっていきます。センスっていうのは先天的なものではないです。筋トレのように毎日の気づきを反復することによって養っていくことができます。一行日記を繰り返すことでセンスを手に入れてください。3つ目は夢や目標に近づく第一歩が踏み出せます。行動力のある人はやる気や大きな夢があるから行動できているわけではないです。最初の小さな一歩を踏み出して続けられるかどうか、たったそれだけです。やる気っていうのは行動することで生まれます。振り返ることによってやる気が生まれて自分の方向性が明確になっていきます。気づいたり振り返るサイクルを自分の習慣に落とし込めるかどうかが重要です。結果を出すためにすごいことをする必要はないです。人生に一発逆転なんかないです。人生を変えることができるのは毎日の行動の積み重ねです。毎日文章を書いてください。一行でいいです。毎日書き続けることによって全然結果は変わってきます。続いて SNS で発信してみる。一行日記の習慣が身についたら Twitter などの SNS で気づきを発信してみてください。おすすめです。僕も YouTube をやっているため SNS で発信するメリットがわかります。 SNS に公開するメリットは大きく分けて3つあります。1つ目は他人に読んでもらうことによって整理が進むことです。どうしたらもっと分かりやすく書けるのか、もっといい表現はないのか、それを考えることであなたの情報の整理ができます。2つ目は公開することでいいねやコメントなどのフィードバックが受けられます。他人の意見を見ることであなたの気づきが増えます。その結果あなたの成長速度が上がります。3つ目はコミットメント。みんなの前で宣言するのと同じ効果があります。コミットメントすることで成長が加速するだけでなく続けることができます。そして最後は対話をすることです。一行日記の振り返りになれたら今度は気づきを誰かに話してください。気づきを深めるためには対話がおすすめです。友人、同期、家族、誰だっていいです。文章を書いたり人に話したいなどの言語化は気づきのプロセスになります。言葉にすることでいろんな気づきがあります。僕は週に3回会議をしています。人と対話をすることで新しい気づきを得たり、話していて自分が勝手に気づくこともあります。日記を書く、SNS で発信をするだけでなく人との対話もぜひやってみてください。それではまとめいきます。なぜ毎日文章を書いて振り返りをするといいのか。成長するためには振り返る必要があります。振り返っている人と振り返っていない人では同じ経験をしていても学びと成長の分野で大きく差がついていきます。人の成長を決めるのは生まれ持った才能とか能力ではないです。あなたが毎日起こった出来事を振り返っているかどうか、そしてどうやったらうまくいくのか、これを考えて改善を繰り返すことです。続いて書いて振り返ることはメタ認知になります。仕事で成果を上げる人は一つの共通点があります。それはメタ認知力を持っていることです。自分自身を外から見ているように客観視できる、この能力が絶対に必要です。
仕事をしているときにこのやり方でいいのかな、もっといいやり方があるんじゃないか、メタ認知をする人はどんどん仕事で成果を出すことができます。成長の速度も速いです。必ずメタ認知力を磨いてください。ではどうしたらメタ認知力がつくのか、毎日文章を書いてその文章を眺めることで自分の行動を客観視することです。続いて一行日記の書き方、ポイントは3つあります。1つ目は一行書くだけでいいです。毎日あったことを書いてください。そしてそれを振り返るだけです。2つ目は書く場所は何でもいいです。3つ目は振り返りです。振り返りの時に大事なのは、自分にとってその出来事がどんな意味があったのか、そうはっと、その問いかけを自分にすることです。全ての出来事を自分ごとに考えることができれば、あなたは多くのことを学ぶことができます。まとめると、やったことを書くこと、自分にとってどんな意味があるかを考えること、そしてそうかと気づくことです。続いて振り返りでできる3つのこと。1つ目、ネガティブな出来事がポジティブに変わります。書くことによってネガティブな出来事が解釈によってポジティブに変わります。あなたも辛いことがあったら一行書いてみてください。いずれネガティブな出来事はポジティブに変わっていきます。2つ目はチャンスをつかみ取るセンスが持てます。センスっていうのは先天的なものではないです。筋トレのように毎日に気づきの反復作業を通じて養っていくものです。一行日記を何度も読み返すことで過去の出来事を再定義できます。3つ目は夢や目標に近づく第一歩が踏み出せます。行動できる人っていうのはやる気とか大きな夢があるから行動できる、そうではないです。最初の小さな一歩を早く踏み出して続けている人、それが夢を達成できる人です。やる気っていうのは行動することで生まれます。毎日文章を書いてください。すごいことをする必要はないです。人生に一発逆転はないです。毎日コツコツと一行一行書き続けること、それをすることによっていろんな気づきを得てどんどん成長することができます。続いて SNS で発信してみることです。一行日記の習慣がついたら Twitter などの SNS で気づきを発信してください。 SNS に公開するメリットは3つあります。他人に読んでもらうことで整理が進みます。2つ目は公開することでいいねやコメントなどのフィードバックが受けられます。3つ目はコミットメント、みんなの前で宣言することによって続けることができます。最後は対話をすることです。あなたの気づきを深めるには対話がおすすめです。言葉にすることでいろんな気づきがあります。文章を書いたり人に話したりすることによってたくさんの気づきがあります。僕もたくさん対話をすることによって気づいたりとか、新しい自分の悩み側面に気づくことがあります。あなたも日記を書く、 SNS で発信するだけでなく人との対話もぜひやってみてください。あなたが仕事で成功したい、成長したいのであれば、これをやるだけです。振り返って気づく、これを繰り返すことです。成長する人は必ずこのサイクルを回し続けています。あなたも振り返ってください。そして気づいてください。このサイクルを永遠にやってください。僕もやり続けます。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。